universoseinseya.com. なんだこのコスモは。俺がいない間サンクチュアリに一体何が。ブロンズもゴールドも関係ない。さあ行くぜ。僕は戦う。この世の正義のために。僕は本当は誰とも戦いたくない。僕の力は人を傷つけるのではなく平和のために使いたいんだ。でもサンクチュアリに平和を取り戻すためにやるしかないんだね。これが本物のキグナスの闘気よ。我が主神、やはりあなたと戦わねばならない運命なのですか。しかし何があろうとも己を信じて突き進むのみ。老師の教えに敗北はない。老師、このシリ必ずや究極のコスモ、セブンセンシズに目覚めてみせます。見ていてください。この程度でゴールドとはな。肩腹痛い。どいつもこいつも大口ばかり叩き寄って、この一気が身の程を教えてくれるわ。クロスを修復して差し上げようか。アテンスと教皇、決着の時が近づいている。私もこうしてはいられません。キキ、さあ行きますよ。さすがにいいコスモをしておるわ。お前の力がどれほどのものか、このアルデバランが確かめてやろう。さあどこからでもかかってこい。ゴールドセイントといえど私の敵ではないわ。非道沙織のような小娘に世界を守れるものか。私こそがこの時代の救世主なのだ。邪魔する者は全て葬り去るのみ。この私が直に地上の支配者となるのだ。ワードクロスこそこの世で最強無比の存在なのだ。様の力見せつけてくれるわ。さあ次にこの巨階級のコネクションに加えたいやつはどいつだ。死にたいやつからかかってこい。お前程度のコスモがこのアイオリアに通じると思ったか。アテナにあだなす者は全てこのアイオリアが打ち砕く。たとえ誰であろうとも手加減はせん。さあどこからでもかかってこい。この獅子の牙を恐れぬならな。君がどう言おうが私が見た教皇は正義だ。最も神に近いと言われるこの私に戦いを挑むとは愚かな。よかろう、君に身の程というものを思い知らせてあげよう。
お主も鍛え直せ。アテナの名のもとに善と悪、正義を図るがライブラの定め。さあお前たちの力見極めてくれよ。他愛のないとは言わん、ゴールド相手によく戦ったと褒めてやろう。ブロンズごときをこの私が。ゴールドはともかくブロンズのひよこどもを倒すなど我が誇りが立たんが、アテナの命とあれば仕方あるまい。さあかかってくるがいい。ワンチンをアテナ、ヤクは滅ぼしましたぞ。このアイオロス、アテナのために戦いましょう。さあソレンたちよ、培ってきたその力どれほどのものか、今こそ私に見せてもらおう。今頃わかったか、その修羅との圧倒的な実力の差が。サンクチュアリの平穏を乱す者は許さん。アテナに最も忠義厚きこの修羅がアテナより授かりし、エクスカリバーを持って切り刻む。後悔するぞ小僧。セイントたる者は常にクールであらねばならぬ、たとえ誰を相手にしようと。私はそう教えてきた。我が身をもってその教え示さねばならぬ。だからこそ正義、強行こそ偉大な力を持った正義なのだ。力こそ正義、力を持たぬ者にサンクチュアリを治める資格はありません。たとえ本物のアテナであろうと、サンクチュアリを犯す輩にはこのアフロディーテが天誅を加える。私こそがこの時代の救世主なのだ。もはやアテナの名を借りるまでもない。さあ我がクロスよ、ここに来て私の体を覆え。このサガ自らが地上を支配する神となるのだ。アテナを守る大いなるコスモを感じる。これはまるで体の奥から無限の力が湧いてくるようだ。これで俺は最強になったのか。